ライブの諸悪投資の資源投資ですね。成績をちょっとね、見てみます。で、こちらなんですけれども、ちょっと、1ヶ月なんですけど、3ヶ月間で見ても同じなんで、投資してないんでね。1ヶ月間ぐらいしか投資してませんので、このようにね、トータル927円負けてますね。まあ、ここなんか1ヶ月なんですけど、上が出ないんで、まあ、こういう成績ですね。927円負けてますね。こんな具合ですね。それで、このとここんな風に負けてんですね。3連敗、4連敗でね。でね、一つは分かったことはですね、繰り返しやるときにタイマーが効かなくなっちゃうんですね。で、これは170とかで勝ちそうな感じがするんだけども、分かんないですね、まだね。こうですね。これ落ちてくればいいですけどね。でね、ちょっとタイマーを置かないで、このセッティングしたんで、問題が出るということで、この設定でね、タイマーを固定にしてたんですよ。短くして。1時間だけにしてみて。その時に見たらね、これ分析データ見たら、こちらの方でね、データ見てみますね。ここに貼り付けてみますと、このように 0.13 倍しかないんですね。だから間違ってたんですね。だから常時こういうふうな投資をしてたから勝てなかったということもありますので、まあ、楽勝だと思うんだけどね。こういうことですね。設定値がね、365タイムに固定にしたんですよ、これ。それで分析してみたら、このように出ないんですね。ということで、勝率がね、出なかったという。つまり、私の方でコンパイル し直して、また、トライしてたんで、タイマーが明らかなかったんですね。即実行だったんで、今のように勝率が悪い成績となったと。で、だから、この分析がそうなんですね。で、まあ今1ヶ月今1000円ぐらい負けてるってことですね。1000ロット投資の試験投資でね。デモ講座だとね、だいぶ違うんで、ライブ講座と違うんで、ライブで投資してます。試験投資ね。これで勝ってると7億円ですかね。マイナスに戻るんですね。1ヶ月間で1000円ぐらいだったら大したことないんでね。で、まあこれ今だから300円ぐらいでしょ。将来だから3億円ぐらいの損切りでやるわけですね。で、スプレッド150で見てます。ということですね。まあ、勝率的には3個ぐらい負けてます。ね。どうもありがとうございました。私は2016年ゼロトレーダーのバイナルオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。世界バイナルオプションスペシャリスト社の半間洋先生です。FX、ゼロトレーダーは現在 FX 統一となっておりまして、私も FX の投資の方に行っております。そんな関
けど、バイノノックスのスペシャリストなんで、この1対1ですね、損切りとリグイは1対1での自動売買に今手をかけております。どうもありがとうございました。